おはようございます。今6時を少し回ったところです。日の出直後ぐらいでしょうか。今花をきれいに生けました。太陽の位置がですね、向かいのマンションの左側からようやく出てくる感じになっています。この右側ですね、ここからあたり、日の出直後に、このマンションに一旦隠れてですね、その後マンションの右から日が差すという感じになります。これからですね、だんだん暖かくなってくるにつれて、太陽の位置がどん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 こちらから出て、朝一旦正面から差すようになるわけですが、その時間が、どんどん早くなっていくということなんですよね。早起きしないといけないですね。ねえちゃんかな。おはよう、ポンちゃん。今は7時50分です。向かい側にあるマンションの右上からですね、太陽がようやく差してきました。こういう家庭事情、住宅事情です。はい、いいね。はいはい、気持ちいいね。日がいっぱい当たるね。そして、いつもは逆だね。ジャン君はこちらのプリンターの上です。ここも、ちょっと高い位置にあるので、たくさん日がこの時間だけですけどね、当たります。はい、ポンちゃん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 、はい、気持ちいいね。また、3回目かなのチャレンジ、何日目かもう数えていません。でももう大丈夫だと思っています。ねえポンちゃん、ジャン君、朝も夜も甘えますか。
うん、いいじゃん。